リンリン、ハロー、パラレル、リンリンパラレルのミントです。はい、今日はね、こちらの福桃ちゃんたちのケージのね、ちょっとプチ改造をしていたので、その動画をね、ちょっと、動画というよりは、ご説明、こんなことがありましたよっていうね、共有をね、皆様にできればなと思って動画回しております。思いっきり飛んだね、喋ろうと思ったので、今寝起きで撮影してて、そのまんま、続行します。動画としては。はい。ということで、早速見ていくんですけれども、そちら見ていく前に、もしよろしければこちらのチャンネル登録、高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok やっておりますので、よかったらそちらの方フォローお願いいたします。はい。で、まあ、何をやったかっていうと、まあ、これなんですよ。これを斜めにね、ただ入れただけ。で、もう完全にね、デッドゾーンができてるんで、ここがもう死んだエリアです。もう完全にここは、死にゾーンなんですけれども、これ何かっていうと、うちのハロくんと今、ギョロメちゃんがこの中にいるんですよね。で、ハロくんとギョロメちゃん、まあ、今、夫婦でカップルでね、入ってるんですけれども、ハロくんがですね、他の男の子に対して結構威嚇をするタイプの子なんですよ。で、上が、ハルくん。下はハローですね。上はハルーです。ハルとウララ。まあ、簡単に言うと、まあ、春のね、春というか桜というかね、そんな感じの、季節で言うとスプリングをね、イメージした名前の子たちなんですけど、このハルとウララは、男の子コンビなんですよ。で、この男の子コンビが上にいて、上に向かってすごい威嚇をするんですね。で、ここのところから、少し、こうやってね、穴が開いてるので、ここにね。ここね。はい。で、これは、奥も同様なんですよ。で、この隙間、もしくはこの横の隙間に手がね、通るんですよね。上にいる子たちが。で、上にいる子たちが遊びでね、下に手をこう、チャカチャカチャカってやったりするんですよ。あと、このペットシーツをね、持ち上げようとしてみたりっていう遊びをするんですね。上の子たちが。で、それを見て、上に向かって威嚇をするんですよ。で、その威嚇音が、正直な話、私は嫌いなんですよ。まあ、多分、その、お父さんっていうのを経験しているので、より一層、なんだろう、縄張り意識という部分で、ね、まあ、本能的に威嚇をしてるんでしょうけども、その威嚇が、よくある、その、人間に対して、ジコジコってやるのとは違う、ちょっと低音の、ドコドコ、みたいな感じの声なんですよ。それがすごく私的にはストレスだったので、それ嫌だなと思って、上に向かって威嚇ができないように、このパネルをね、こういう形で斜めでやりました。で、これがね、約5センチ、6センチぐらいかな、あるんで、こんだけあれば、上に向かって威嚇をしてもね、威嚇をしてもとか、上に対して、ね、威嚇をできないなっていうのと、多分見えないなと。ここからの隙間だとね。まあ、ここのにもね、一個隙間があるんで、ここ通してってなるけど、1、2、3ってあるから、おそらく大丈夫じゃないかなっていうのが私の考えでございます。まあ、これでダメだったら、ちょっとより一層なんか考えて、ここにね、木の板張ったりとか、横をね、よく、見えないようにはしようかなっていうふうに考えてるんですけれども、そういう感じでね、ちょっと上に対して威嚇をするので、こんな感じにしました。で、見えてると、なんか少しでもこう、相手の存在が見えると威嚇をするっぽいんですよね。フクロモモンガは。おそらくなんですけれども。なので、こう、半透明でちょっと見えないぐらいにしておくと、威嚇率が減ってたので、ちょっとこんな感じにしました。ただ、こうすること、ことによって何かがね起きてしまうことが一つありまして、実はねこう網でねこうなんていうんですかねぶら下がれる部分っていうのがちょっと減るんですよ。はい、ここがね完全に掴まれないような場所になっちゃったの でここもね横に威嚇をしないようにパネルを張ってるのでこうぶら下がれないような部分ができてしまってるんですけど、ただうちのねこのハロ君とギョロメちゃんはねそんなに運動量が多い子たちではなく。で、ちょこちょこ動くタイプでしかないので、多分大丈夫かなとは思うんですけれども、うん。まあ一応そんな感じでございます。
でね、威嚇とかそういう隙間からっていうのをする子たちには、ちょっとずつ対策して、プチアップデートっていうのをこの家は繰り返してるんですけど、その結果がここもそうですね。これは、なんかジェンガみたいな木の板を、ここに貼っつけてるんですけど、両方ね。はい。こうすることで、ここの隙間をなくしてね、威嚇をなくさせたりとか、下もね、木のパネル。これ100均で買ってきて、自分でサイズ切って入れたんですけれども、結束バンドです。くっつけてね。で、まあ、木だから、噛み噛みするだけで済むし、っていうのと、まあ、うんちついても、まあ、別にね、そんなにっていうところで入れてます。で、ちなみにその上もそうです。はい。ただね、上の子たちは、こっちウィンちゃん。ここのギョロメちゃんとハロくんの、娘ちゃんが入ってるんですけれども、ここの娘ちゃんと、この横のハルとウララに関しては、相性がそんなに悪くないみたいで、隣に向かって威嚇っていうのは今のところしてないですね。それは確認してないです。むしろ収集泣きとクン、ちょっとクンクンしたりとか、収集とチキ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 っていう有効泣き、どちらかというと仲良くしようよっていう泣き声をしてますね。一応ね、隙間がね、こっちは上残ってて、あそこの上ですね。これ見にくいね。そう、ここにね、さっきと同じ、ここと同じようにね、指が一本通るぐらいのね、はい、隙間はあるんですけれども、そこからね、お互いの顔を確認してね、チキ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 とかシュッ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 シュって鳴いてますね。なので、まあ仲良くしようよっていう感じだと思います。で、まあそこの顔だけ見えてるだけだと男か女か分かんないので、っていう状態でね、まあ仲良くしようよっていうのをちょっと繰り返しているっぽいですね、おそらく。はい、って感じですね。で、今ね、ちょっとこう水容器がね、結構こう新しく変えてたら、こうポタポタ水がちょっと垂れてくるようになってて、ちょっとそのあたりね、ちょっと改造をまた進めないとなのかなと思ってて、なんか気づいたらまたね、なんかしかもこれ餌入れの場所がちょっとずれてるしね、多分こいつらがずらしたんだと思うけど、よし戻して、ここね、水がポタポタポタって下に垂れるんですよ。なんか気になるんですよね。うん、ここもほらもう垂れてきてる。なぜ水がポタポタ垂れるのか、その辺がね、ポタポタ垂れるとこの辺ビチョビチョになって、もうビチョビチョになってるね。でしかもそこうんちもしてるからね、うん、ちょっとそういうところのね、細かい掃除をする場所はね、またなんだろうな、アップデートというかね、ちょっと掃除を繰り返してっていう形にはなるかなとは思うんですけれども、まあそんな感じでね、今回はここのね、うちのケージのちょっとプチ改造しましたよっていうお話でございました。日々ね、こんな感じでプチ改造しながら、うちでの飼育方法っていうのはね、皆様に共有しておいて、福もも飼育している方にね、そのちょっと動画を見ていただいた時に、ああこういうこともあるんだな、こういう事例もあるんだなっていう一個の例として、一家庭のね、こういう例として共有できればなと思ってますので、今後もね、こんな感じで共有していこうかなと思っております。はい、ということで本日の動画はそんな感じでございます。もしよろしければこちらのチャンネル登録、高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok やってますので、よかったらそちらフォローお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。以上、リントーでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。